こんばんは。4月25日アーティスト M のお時間です。キャプテンのタイヤニオンチャンです。パッキュン。こんばんは。マネージャーのフォンチーです。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。そして本日は収録でお送りしていきたいと思います。ちゃんとですね、はい、消毒換気をしまして、うん、ちゃんとした安全を考慮しましてね、はい、あの抜群に、はい、万全な状態でお送りしていきたいと思います。はい、はい、それではアーティストウェブスタート。はい、お久しぶりです。お久しぶりですよ。いや本当にね久々 で、うん、で本日は収録でね、はい、あの行ってるわけなんですけど、そうです、この我々の間にもこの壁があるということでね。大事ですからね。はい、大事大事だから、はい、僕らは、まあ、こうやってニョキッとすれば、まあ、ギリギリですけど、あの基本画面を見ながら喋ってるっていう、はい、画面の本体に向かって僕は喋り続ける、ね、でも今のスタジ今までのスタジオで慣れてると、うん、なんかすごい変な感じするじゃない、うん、そうだから相手の顔色とかあるじゃない、ちょいちょい覗いちゃうんですけど田谷さんのこと。いやでもまあしょうがないよね今の時期は。そうですね、うん、頑張っていろいろ乗り越えていかなきゃいけない時期なんで、ね、はい、一緒に頑張っていこうと思いますが、はい、オンジさんはでもあれ家ではなんかこう、はい、のんびりというか。え、もういろいろやってますよ。あ、いろいろやってるの。今まで料理も普通にしてたんですけど、うんうん、より料理もするようになったし、だから自分が今まで作んなかったジャンルを作るようになりました。あの時間かかりそうな、あー、なるほど、料理イタリアン系とか、うん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 、なんかあの時間があるからこそ、なんかいっぱい作り置きしたりとかするんですよ。本日は料理結構できるんだもんね。そうですね、普通にしますね、うん、毎日。今むしろ時間あるんで毎日自炊です、ほぼ。あー、なんか僕も基本料理はある程度できるんですけど、うんうんうん、なんだろう、時間があるから逆になんか食べ物にあんま時間かけなくなっちゃって、本当ですか。もう今本当にカレールールでカレーがけとかだからもう本当最近太っちゃって、家にいる時間やべえと動かないですもんね。だってそうだからもう本当にちょっとマジでやばくなってたら大丈夫。だからこそめっちゃ気をつけてます、うんうん、あのね、ちょっと家の中でできるやつとか、うんうん、あと私今ちょっと気になってるゲームがあって、ゲーム、ゲームの名前忘れちゃったんですけど、うん、今流行りの曲がめちゃめちゃ入ってて、うんうん、リアルにアーティストさんが踊ってる振り付けが入ってるゲームで、それをこうお家でやるといい運動になるっていうので、なんとか2020っていうゲームなんですけど、それ今ちょっと買おうか迷ってるんですよ。なんとか2020ってなんかダンスなんとか2020っていうやつで、流行りの曲が入ってる、本当のリアルなアーティストさんが踊ってる振りをがっつり踊るんで、例えば韓国のアーティストさんとかだったら振り激しいじゃないですか、でそれを家でやると動けない分それで動けるからめっちゃ消費できるっていうので今すごい流行ってて、それをちょっと買おうか迷ってるんです。まあビリーズブートキャンプみたいな。の、そうです。もっと激しい版みたいな。もっと激しい。ブートキャンプの方が激しそうだけど。なんか全身動くじゃないですか、ダンスって。いやいや、ビリーもすごいよ。ビリーやったことないで全然わかんないんですけど。うん、まずはなんかあの自分でストレッチしたりとかしてますね。そういうのでいいの。いやでもちょっと僕も運動しないとやばいなと思って。今だからもうほんとほぼ家で、まあ仕事とかも全部もう家でやることになってたりとか、まあ通信系のものとかも家でやるんで、もうほんとにあのなんだろう、デスクから動かない。ですよね、うん、私もソファーから全然動かないですよ。ソファーからも動けないですよね。いや本当にね、映画とか見たりとか、あちょっと運動しようかなと思って、そのダンスなんとかおすすめですよ。わかりました、ちょっとダンスじゃん、ちょっと後調べます。メモ帳にはメモってるんで、じゃあこの自粛が終わったらダンスできるようになってる。かもしれない。
いや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 、まあね、早速そういうのでね、やっていきたいと思うんですけど、うん、はい、はい、今回はね、収録ということでね、はい、いろいろこう、なんだろう、うまくいかない部分もあるかもしれないんですけど、はい、ぜひぜひ皆さん楽しんで聞いていただけたらなと思います。はい、というわけで本日もテヤキャプテンと私フォンチ、そしてカリニブの部員たちで本日お越しのアーティストを、ゲストさんを応援していきたいと思います。はい、番組の Facebook ページも皆さんぜひいいねをしてください。よろしくお願いします。では本日のゲストさんを紹介する前に一曲お聴きください。ゆあらさんで白と黒。いっそ死んでいるのかも。紹介いたしましょう。今回はですね、テレビ電話で接続させていただきます。はい、本日は伊藤あまねさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、伊藤あまねです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では簡単にプロフィールの方をご紹介させていただきます。はい、伊藤あまねさんはですね、長野県出身で1998年7月29日生まれです。
ミス女子会で TP サテライト所属でございます。好きなものはですね、羊のショーン、ミッフィー、オス、ろくでなしブルースです。あ、ミッフィー、羊のショーンが今いらっしゃいました。はい。そしてですね、日本被服制定検定、和服と洋服ともに2級でございます。特技はラッピングです。よろしくお願いします、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、でまずですね、なんで今回こう伊藤さんに出ていただいたかという話なんですけど、はい、今年の初めですかね、ショールームの方で行われています、はい、アーティスト応援部の、MC 争奪イベント、はいはい、で伊藤さんは見事1位におめでとうございます。輝きました。ありがとうございます。はい、で本来であれば、はい、4月の18日過ぎてますね。はい、4月の18日にうちの番組でも3ヶ月1回ぐらい行われてる、はい、ショールームスペシャルという形で、はい、僕が外れて、うん、まあ、ショールームの、ね、あの女子メンバーの方が、ね、来ていただくっていう会をやってるんですけど、今回ですね、まあ、いろいろな事情で、そうですね、はい、収録ができないということで、はい、今回はまあ、ちょっと延期という形をさせていただいておるんですけど、はい、まあちょっとね、結構中止になったのではないかっていうことで、うん、結構問い合わせも来ていたので、はい、今回伊藤さんにテレビ電話でご出演いただいて、改めて、僕と伊藤さんと本日さんの3人で、はいはい、延期のお知らせというか、はい、延期のお知らせをさせていただければなと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構あれですよね、やっぱりそのイベントで1位取って、結構こう楽しみに、はい、伊藤さん自体も楽しみに待っていただいてた感じですよね、はい、私も あとちょっとだみたいな、あと1ヶ月後だってこうだんだんちょっと楽しみにしてたんですけど、いろいろ事情があり、そうですよね、ちょんっていう、そうですね、でもちょうどでも1ヶ月前ぐらいからおやおやっていうそうですね、大丈夫かないや、そうですよね、怖いなと思いながら、そうですよね、はい、ファンの方もやっぱり楽しみに待ってくださってる方がいるんでね、うんうん、そうですよね、はい、ファンの方もやっぱり、まあ、ショールームは今でもやられてる感じ、はい、やってます、毎日配信してるんですけど、ラジオ大丈夫かなとか結構心配の声いただいたりとか、まあでも一応それでも仕事休み取ったからって言ってくださったりとかあったんですけど、まあでも中止ではなくて延期なので、そうですね、延期、一応ですね、4月18日予定したいたのですけど、一旦延期ということで、当番組的にも中止ではなく延期なので、この自粛要請が緩和された後、はいですね、改めて日程を発表させていただいて、うん、そこで、行えればなと思っておるわけでございます。はい、なんでファンの皆さんにも改めてね、日程を調整していただきまして、そうなんですよ、はい、伊藤さんが MC の会にぜひ来ていただきたいですよね、うんうん、いやでも本当なんか逆に僕からすると、うんうん、はい、本来僕はショールームスペシャルの MC の方とこう番組の中でお話しすることってないんですよ本来かやさん抜きで、私と他の女子のゲストの皆さんと一緒にお話をする、うんうんうん、まあ、女子とは限らないですよね女子とは限らないですよね、でもほぼほぼ女子率が高いですよね、うんうんうん、はい、そうだから毎回毎回ショールームスペシャルが、うん、本当視聴率が高くて、そうですね、うち僕がいない回の方が視聴率が高いっていう、ちょっと複雑な気持ちなんですけどある意味レアですからね、ある意味レアで、そうだから今回伊藤さんとお話できたのが初めてなんで、うん、はい、そうなんですよ、ありがとうございます。でもなんかお話聞いてたらなんか楽しそうな感じですね、うん、すごく明るくて、うんうんうん、はい頑張りますだからなんか楽しい会になりそうですね、そうですね、早くやりたいですよね、はい、もう今か今かと待ちわびてます、はい、そうですよね、はい、じゃあせっかくなんで、伊藤さんに改めてファンの方にメッセージいただけますか、うんうんうん、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、まずショールーム1位ありがとうございました。たくさんの応援のおかげで、はい、メインパーソナリティというね、そのいただきましたはい、で中止にはなってしまう、あ、中止ではないんですけど延期になったので、また、その時まで体に気をつけて、その日まで待っていただけたらと思います。私もそれまで元気で、
頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちも伊藤さんに早くお会いできるのを楽しみにしてるの で、ね、僕は会えないんですけどね。打ち合わせでは会うんでね。僕は会えないです、はい、楽しみにしてます。はい、はいはい、ということで本日は伊藤天音さんにお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではここで1曲お聴きください。まやさんで Stay Who You Are。Stay who you are, stay who you are, 大切なあなた。Stay who you are, stay who you are, ずっと思ってるから。雨が止んだばかりの明るくなる。
時差がある。ね、ラグがあるね。こちらのコーナーは、応援ユニットカリニュードがたくさんのアーティストを応援するべく、ヘアキャプテンからの指令を達成し、そして時には無茶ぶりに耐え、部員として成長していこうというコーナーです。今回、カリニュー部のみんなには、リモートで参加していただきまーす。はーい。はーい。よろしくお願いします。お願いします。これなかなかね、これ4人同時に動くとね、ちょっとね、電波の都合上ね、誰かが止まるっていうね。そうなんです。しょうがないですね。はい、今回のメンバーはですね、はい、アイタンとマコマルとお嬢とアビティでーす。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとこの順番に一言挨拶お願いします。そうですね、まずアイタンから。はい、はい、アイタンです。はい、マコマルです。はい、お嬢です。はい、アミティです。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。まずマコマル、はい、服どうしたの？それだけ私服。え？マコマルどうしたの？いや、なんか、ちょっと…あたとしを間違えた。いや、もう収録を忘れてて、ネタ化しちゃったんですよね。忘れしょうがないね。忘れるって。申し訳なくて。ちょっとこれは…これもワンペナだな、これ。いや、なんか今までに、うん、なんか鉢巻き忘れた子とかはいたんですよ、確かに、うん。あとなんか T シャツ忘れて買いに行った子とかはいたけど、まるまるないのは初めてだなって。いや、まるまる、まるまる選択しちゃいました。まるまる。まるまる。だよね。まあまあ、ちょっとね、あの、珍しいですよね。そう、ちょっと乾きづらいんですよね。あの、しっかりとしたパーカーだから。アイタンと、アイタンとマコマルは同じ場所にいるのって。本当だ。シンクロ、本当だ。シンクロしてる。なんか、こうなんか後ろしか映ってないからそんなわかんないけど、なんとなくの部屋の雰囲気わかりますよね。そうそうそう。アイタン繋がってるよね。繋がってるね。つらいになんか。はい、多分いるわ。いますね。というわけで、はい、みんな元気してました？はい、はい、はい、よかった。元気が一番ですから。いや、もうガチで全然会ってないので。会ってないですね、本当に。会ってない。生きてんのかなって。みんなの生存確認が大変ですよね。カリニウムとしては、土曜日に、こういったリモートな感じ、リモートみたいな感じで、配信、ショールーム配信してるんですよ。そうみたいだね。それを2回やってるので、うん、なのでメンバーは、とりあえず元気なのは知ってる。なるほど。我々がつけてればこっちってことですね。そう。あれ見てないけど生きてるかなみたいな。でも元気ですよね、私たちも。よかったです。よかった。みんな普通に家で待機中みたいな感じだよね。そうです。完全に引きこもってます。今いるみんなのところで引きこもってる感じ。なるほど。全然一歩も出てないですね。出てないですね。出ないからね。そう。で、これ受けるね。この自分の部屋でこの格好して。確かに。こっちも不思議な感じします。うん。だって、まあ、アイタンはスタンダードだけど、お嬢とアミティは、なんかこう、ハチマキで遊んでるじゃん。そうですね。ちょっとアレンジが入ってます。これもなんか、映像では撮られてるけど、実際には誰にも見られることなく。自分だけですからね、ここ。自分だけで。目の前、無観客だから。無観客そうね、完全にね。ね、これすごいよね。でも、まあ面白い、新しい配信のスタイル。そうですね、リモート。そうですね。楽しんでいきましょう。はい。はい。じゃあそろそろコーナーに行きましょうか。はい。今回のコーナーはですね、今回ならではのものでいきたいと思います。題して、おすすめの自宅でできる有意義な時間の過ごし方。ほぼそのままです。はい、ね、カリニュー部のメンバーの過ごし方を一人一人聞いていこうかなと。まあ、ぶっちゃけ言っても、
こういうなんかラジオとかテレビとか、うん、もうこの話題しかねえんじゃねえかっていう話しかないですよ、本当確かにそうですよね確かにこれしかもうないもんね、いけないから、うんうん、でもなんかいろんな方が発信してる過ごし方が、うん、結構それぞれで面白いじゃないですか、うんね、SNS とか見てると、うん、みんなどういう過ごし方をしてるのかなと、うんうんうん、ちょっと気になりますよね、うん、じゃあ、ね、何のメンバーに聞いていこうかなと、そうなんですね、うん、このわけですか、はい、誰からいこうか、はい、誰でもいいな誰でもいいな一番自信ない人自信ない人ってどういう自信か分からない人にお勧めできないような過ごし方ってことですかいやそうそうそう誰でもいいですよえじゃあアイタンからあはいアイタンのおすすめをはいはい、はい、アイタンはですね、うん、断捨離あ、断捨離断捨離なるほどなんかもうこの時期ずっと家にいるじゃないですかうんうんそうで、あのアイタン、あの部屋に物を置きすぎて、うん、マジなんか床の足の踏み場もないレベルで結構物あったんですよそんなに逆にそこ写してほしいんだけどそれを、それをこの時期にもうずっと家にいるから、うんでもなんか何もする気ないのどうしようと思ったけどちょっとずつ片し始めて、うんうんうん、でそしたらなんか今まで使ってたやつにしっかりもうお別れして捨てるっていうのがなんかすっきりし始めてとなんかあの、まあ、ちょっとまだ残ってるんですけどなんかだいぶ部屋として機能するようになったのでもともと部屋として機能してなかったんですか寝るだけでしたねちょっと物多かったんですよ。なんかやっぱ洋服がめちゃくちゃ多くて、だからでっかいゴミ袋あるじゃないですか。うん、それ、うん、本当に6、7袋ぐらい。結構ね。そう。どう。あって、もうなんか全部わーってもう今着るだけっていうのと、ちょっとまだ着たいなっていうのだけ残して、うん、あとは全部捨てました。へえ。まあでも確かにね。なんかそう。うんこのずっと家でいる時間で、ね、学生ぐらいの、うん、なんかやっぱ学生時代のなんか思い出とかも出てきたから、うん、それはねなんか今後で出せたらいいなって思います。あネタがネタがネタ探しもしてるのねじゃないか。アイタンはねなぜアイタンは卒業が延期してますから今のところ。そうなんですよ。延期してるよね。そう。だから落ち着くまでいますねもういいんじゃないアイタン卒業しなくてでもおなるほどねリモートだから会ってはいないそうですね確かに会ってはいないけどそうなんですなるほどなるほどはい、断捨離おすすめですアイタンは断捨離と いいですね、はい、確かに今時間あり余ってるからいくらでもできますよね確かに、うん俺逆に物が増えてるな今え逆にですいやなんか家にいることが増えたから、うん、なんかその家の環境を整え始めちゃってなるほどそしたらあの通販でケーブルをこう巻く棚とかなるほどそうなんですよまあ、そうというわけで続いて、はい、じゃあ行きましょうマコマロがマコマロ行きますはい、はい、私のお家のやっていることは流行りの食べ物を作るですあ、流行りの食べ物を作 る SNS で最近よく見る、そうなんですよ、うん、なんかこの間もでしょあ、そうですね、そうだよね流行ってる、はい、流行ってるんですとか、うんうん、え、マコマロは何作ったの、はい、え、あのコーヒーのあのクリームのダルゴナコーヒーはい、うん、です見た見たとかあとあれミルクティーもあったりとかしてあのいろいろそういったバージョンで作ったりとかしてみてますはいあとはイチゴ飴も作りましたよめちゃめちゃ楽しいですあの実験してるみたいでマコマロって料理できんだえなんか できなそうじゃないうん、なんか失敗してるイメージ、うん、嘘あの分かるマコマロのイメージみんなにイメージがなんかいやちょっとなんか意外だったのあれなんか結構男飯っぽい感じなのかなと思ってあいや全然ちゃんと作りますよへ、なんか全然みんななんか納得いかない
なんかあのスムーズに作れるイメージがなくて。ええー、うん、っぱいちゃった、まあ、いっか。なんかずっと卵かけご飯食べる。いや違う。失礼だな、みんな。イメージ。でもちゃんと作ります、作ります。でも料理は、うんうん、料理はみんなすんのかな。本日さんは。私もう毎日のようにしてます。特に今なんか、うんうんうん、もうすることないんで。まあ確かに、うん、もうひたすら作ってるんですけど、ひたすら余るっていう、うん、あー本当。あ、だから今の時期本当動かなくて。いやもう、うん、でもお腹は減るじゃない。そうなんですよ。だから俺ちょっと体重ちょっと増えて動かないでね、食べたまって。いや、れるだけなん、いや本当にやばいなと思って。なので、僕2日前ぐらいから、もうほぼもやし中心の生活を送ってる。もう体冷えますよ。全部もや、なるべくもやし。お米を食べないようにしなきゃと。あ、そうなんですか。でも水も今ですね、炭酸水ばっか。うんうんうん、炭酸水ともやしをずっと食ってます。バランス悪すぎじゃないですか、それ。でも僕もやし料理好きで、うんうん、あのもやしっていろいろなんか味付けすると本当にバリエーションが変わっていって、ね、お味噌汁にも入るし、うん、炒め物にしても歯ごたえあって美味しいし、うんうんうん、確かに結構ね、あのもやしをあの角切りにするんですよ、うん、そのままじゃなくて、でそうするとなんかちょっとで、お味噌汁っぽい感じに味付けをすると、うん、なんかちょっとこう、なんつうの、猫まんま的な、お茶漬け的な感じの雰囲気。米を食べてる気になるっていう。お米っぽい。そう確かにそうですね。角切りましたら。うんね、そっか。まこまだは料理ちゃんとやってるんだね。やってます、やってます。これを気に。今度見てみたい。なんかちょっとそういうの写真あげてよ。アップロード。あ、そうですね、うんうんうん、ね、そうすれば実際に作ってるかどうか分かるから。そうですね。なんかすごい疑われてよ。はい、というわけでまこまるは、流行りの料理を作るでした、うん、はい、続いてどちら行きますか。はい、じゃあ私が行きます。私は、今でこそ新しいことを始めるのがいいかなと思ってます。新しいこと、はい、なんか時間がいっぱいあるので、なんか今までやりたくてもできなかったこととか、うん、なんかちょっと躊躇してたこととか、うんうん、例えばなんだろう、私だったら最近あのドラクエやり始めたんですけど。遊びかよ。言ってないですよ。なんかずっとやりたいなと思ってたんですけど、うんうん、あのRPG とかって時間がまた、ね、なんかなかなかやる気にならないじゃないですか。でそれで、まあ、これを機に始めてみました、うん、ドラクエを。ドラクエやそうです。うドラクエやってます。て私あんま詳しくないけど結構長いですよね。シリーズものですよね。あ、え、全部やってる。いや今3やってるんですけど11まで出てます。一応うわ全然、まだ全然じゃん、すごい。え、そうなんです。初めてドラクエやってて。いやでもあ本日はあれだよ、あのドラマのシーズン1とかみたいな感じじゃないよ、その11は。あ、そうなんですか。そう、一個一個完結してる。あ、そういうことなんですね。あ、じゃあそんなに言ったらそんなに長くはないんですか。でもどうなんだろう、うん、RPG ってやり込んでいくと1個やるのに結構かかるよね、うん、結構かかります。うん、そう、1日でやりきれるようなものじゃないので、何日もこう時間かけてやっていく感じなので、うん、じゃあ3までいってると、うん、結構頑張ってる方じゃないですか。3って結構古くない？結構古いです。で私が多分生まれる前かな。スーパーファミコンとかの。あ、そうです、そうです。やってるの？いや、あのプレステ4でやってます。あ、なんかダウンロードできるんですよ、それでやってます。でもなんか私は今そうドラクエとかゲームやり始めたんですけど、うん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 、なんか他にもなんだろう、家に眠ってる楽器を引っ張り出してきて練習するとか。家に眠ってる楽器って何？家に眠ってる楽器って何？なんかそう、絵描いてみるとか、パズルやってみるとか、うん、なんか時間がいっぱいあるから、うん、なんか何でも新しいこと やってみたかったけどできなかったこととかできるかなと思ったら、でもゲームだったらね、なんかゲーム配信とかも面白そうだよね。あ、そうですね、そう、うん、ドラクエは配信でやってます。あ、
配信でやってるの。そうです。せっかくだったら配信もしようと思って。あ、じゃあ結構ユーザーさんと一緒にドラクエをやってみたいな。私完全に初見なので、もうみんなユーザーさんは結構やってた方とかが多くて、あーなるほどね、なんかあーだこうだ言いながらやってます、すごいなんか有意義、わちゃわちゃと、うん、楽しそう、みんなでゲームやってるね、いいですね、そうです、本当にそんな感じです、いや、僕も最近ね、やっぱ家にいる時間が増えて、あのパソコン僕ほとんどあんまりこうスマホゲームちょちょっとやるぐらいで、そんなにやってなかったんですけど、やっぱ家にいるとゲームやりたくなくて、僕パソコンゲームがすごいちょっとやりたくて、もうガチであのゲーミングパソコン買おうかなと思って。これを機に。いやもう、あのパソコンのゲームってめちゃめちゃ映像綺麗なんですよ。クオリティがすごい高いですよね。そう、本当にこうなんだろう、街中を旅してるみたいな感じになるし、なんかリアルなこう渋谷とかの街とかを再現してるゲームとかもあるから、リアルフィールドではリアルフィールド、リアル世界ではこう歩き回れないじゃないですか。そうですね。そうだからそのゲームの中で歩き回るっていうのもいいかなと思って。本当レディープレイヤー1みたいな世界になってくる、本当に。楽しそう。というわけで、はい、お嬢は新しいことにチャレンジする。はい。ね。いいですね。じゃあ大鳥。大鳥。めちゃめちゃハードル上がってる。大鳥を。アミティですね。進めていただきましょう。私は。ペットに芸を覚えさせる。ペットに芸を覚えさせる。芸を覚えさせる。あーなるほど。ま、確かに。ペットって何がいるんだっけ？あ、私は犬を2匹飼ってて、3歳のワンちゃんと0歳4ヶ月のワンちゃんがいるんですけど、それで、あのワンちゃんもやっぱ運動不足なので、お家で一緒にあの芸をこう覚えさせたりとかしてます、今。ちなみに何か覚えた芸？0歳の子は、あの待てをとりあえず覚えてて、待てを覚えてて、で、3歳の子は、あの鼻ツンっていうと、鼻を私のこの手のひらにツンって。かわいいのを覚えさせました。すでに習得してるんですね。すごい。チワワとあれだっけ、パワワだっけ、パワワ、パワワってパピオンとチワワのミックスのパピチワです。パピチワ全然違うじゃないですか。パワワ、パワワ、チワワとパピオンのあれの子だったらパワワじゃない。パピチワです。パピチワです。パピチワでした。もうだからあれだよね。あと、あとそのペットいない、あの友達とかはなんか育成ゲームとかやってて、育成ゲーム、育成するみたいな、そういうゲームとか。バーチャルの世界で育成するとかね。そうです、そうです。だからペットいなくてもいてもゲームを覚えさせたりとかできるかなって思って。なるほど。やっぱゲームやる人多いんですね。そうだね。やっぱでもバーチャルで全てが。いいですね、ペットに芸を覚えさせる。あんまり自分が動いてないから。ペットだけが賢くなってくって。確かに。いやでもなんか読んでね、やらせればいいから。でもやっぱこうずっと一緒にいる時間が増えてるから。やっぱその間にね、こういろいろ信頼関係を得て。そうですね、はい。ちょっとなんか今後にも活かせるもんね。そうですね、仲良くなりました。あのほらアミティショールームで配信してるから、あの、はい、犬と一緒にね、もう普通に犬が MC で賢くなりすぎ、アミティがゲストで、ね、でも犬との漫才とかさ、うまいことさ
こう、映像撮れたらさ、なんかツイッターとかでバズりそうじゃない確かに確かに確かに今いろんな動画バズってるから、うん、ねえ、そうなんだ、いやいやいや、じゃあなんでやねんを覚えさせます。なんでやねん、できるかな。ちっちゃいかな。というわけで、うんうん、はい、アミティは、なんだっけ、ペットに芸を覚えさせる、うん、でした。いや面白いですね、みんなそれぞれ違う。いや、みんないろいろやってるな、うんうんうん、結構楽しんでるな。そうですね、結構おうち時間を満喫してます。満喫してるな。俺はなんかそろそろ腰が痛くなってきてるからね。そう、だからなんか無駄に最近部屋の中で立つ。ああ、そう、なんか理由もなく立つ。フレンチとかしまくってば。ああ、やっぱそれもね、うん、もうやることないんでね、動かないし、うん、そうですね、うん、ちょっとじゃあね、みんなもあのいろいろ体がなまらないように。はい、はい、というわけで、うん、今週の部活動はここまで。いけるかな。いけるかな。いくよ、せーの、お疲れ。お疲れ。ぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃ。はい、以上カリニウムのコーナーでした。例えば歌を歌いたい、例えば曲を作りたい、例えば楽器を演奏したい、でも自分なんてって、あなたの音楽を諦めていませんか？想像してみてください。ステージで拍手を浴びる自分を、自分の作った楽曲に涙する誰かを、バンドの中で躍動する音色を、その全てがあなたの人生のプラスアルファになる。きっかけはいつだってすぐそばに。今以上を音楽の力で。アルファエンタープライズ。というわけで番組もエンディングです。ここで番組からのお知らせです。アーティスト OM では番組に出演したいアーティストを募集しております。お家で聴いているあなたも、お家で聴いているあなたも、次戦他戦は問いません。応援したアーティストがいれば、どしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部、もしくは a-ouenbu.com で検索してください。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、まあショールームスペシャル楽しみですね、はい、楽しみですね、うん、あの伊藤さん今日画面越しでしかお会いできてないんですけど、すごい明るくて元気で、そう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 、ますますあのスペシャルの日が楽しみになってきましたよね、うんうんうん、まあ僕は出ないですけど。確かに。だからこそレアでしたね、今日。カリニウムメンバーもあの、うん、お家でそれぞれそうだね、元気そうで活動してて、よかったよかった、うん、よかったです。早くなんか普通に会える日が来るのが楽しみですよね、はい、はい、ということで話はつきませんが、うん、そろそろ別れの時間となります、はい、それでは皆さんまた来週もお会いしましょう。バイバーイ。でもここでまた思い出せたよ、あの頃の気持ちよみがえたよ、消えかけた夢がまた鮮やかに放題で笑い合って駆け回ってた日々には嘘なんてなくて、時に残酷で、oh, 真実だけがあった。刻まれてる傷の深さが勲章なのだとしたら、少し誇れるようになったかな。かっこよくはないけど、そして少しだけ大人になって守る
かの季節が過ぎて出会いと別れを繰り返してすれ違う人波に流されそうになったけどでもここでまた思い出せたよあの頃の気持ちよみがえったよ消えかけた夢がまた鮮やかに見えてるやり直せるよ「もう一度」